イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって、撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために前弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産量との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。